こんにちは、福井貴一です。今回オフィスコットーネさんの企画で、取引という作品に出演させてもらうことになりました。私のやる役はジミーという地方の、議員政治家みたい役なんですけど、普段とはちょっと違うっていうか、普段結構なんか威圧的な役とか多いんですけど、今回はなんていうか正義感溢れるほどはないかというちょっとそういう役なんで、普段のちょっと自分とは違う役に挑戦できるってことをとっても楽しみにしています。内容は小須さんがすごく説明していましたので、そちらの動画を見てください。とにかく劇場でお待ちしてますので、ありがとうございます。お待ちしてます。